はい、どうも、たろごです。今日はですね、楽天の則本くんが、まあ、スキャンダルがちょっと出たんですけど、まあ、僕自身、まあ、三重中京大学で、野球部でした。で、昨年の11月に、自分のね、高校の母校、藤井学園三河高校の、まあ、不祥事が出て、で、今回、三重中京大学、則本くんが、一番最後の年で、もう学校自体は廃校になってしまったんですけど、その一番最後の野球部の、生徒さんで、で、今楽天ではね、エースを、やってますけども、まあ、まさかの、隠し子ですね。まあそういった話が出てて、まあ、ちょっと、先輩として一つ、まあ言いたいことがあります。うん、すごくお金はね、稼いでると思うし、まあだからといって、お金をめちゃくちゃ稼いでるからといって、まあ、やっていいことと悪いことが俺はあるんじゃないかなと。まあ、人の不倫の話なんて、まあ普段触れないんですけど、やっぱ父親、まあ僕父親なので、父親の考えとしてもちょっと言わせてほしいなと思うんですけどね。野球を辞めた後の人生の方が、まあ圧倒的に長いので、今、めちゃくちゃ稼いでるからと言って、好き勝手やるのはどうかなと。で、前の奥さんとの間に、二人、お子さんがいらっしゃいますけども、まあ、その子たちの、ちょっと気持ちをね、今後とか考えると、まあ、結局捨てたわけだから、則本くんは。その前の子供たちも。まあ、奥さんもそうだし、捨てたっていうことなんで、その子たちの気持ちを考えると、ちょっと、まあ、いたたまれなくなんか、こう、ちょっと、うん、悲しい気持ちになってしまいますね。まあ、これからね、その野球をやめた後、まあ、多分もう10年もできないと思いますけどね、そのプロ野球の世界で。やめた後にね、子供の方が、則本くんより絶対的に長生きするし、そこの関係性っていうのはなかなか切れないと思うんで、まあ、僕みたいに、その親となんかごちゃごちゃあって、まあ、そういう、なんて言うんだろう、その親の愛情をこう、ずっとね、感じ取ることができなかった人生だったので、まあそれってそうたまにふと思う時があるんですよ、自分でも。まあ母親とね、まあ絶縁しましたみたいな動画をちょっとだいぶ結構前に上げましたけども、まあ言ったら親が亡くなっても、まあお葬式にももちろん行かないわけなんですけど、そこに関してあんまり自分の人生にとって重要じゃなくなってしまってるっていうことを思った時に、なんか自分のことがふと、すごく不幸に思えたんですよね。うん。なんかすごい、俺、そういう気持ちになってしまうのは、なんかすごい不幸なことだよなと思ってしまったので、それを、まあ子供たちに、俺は、その、感じさせたくないんですよね、やっぱ子供に。うん。それって子供にとったらすごく不幸なことだと思うので。なので、まあいくら稼いでようが、野球をやめた後の方の、人生が充実した方が俺はいいと思うので、うん、でね、結局、不倫相手との間にももう子供ができててみたいな話でね、まあそっちはまだいいのかもわかんないですけど、うん、結構そのプロ野球選手ってすごい遊んでるっていう、まあ話をね、まあ、元プロ野球選手の人たちが暴露してますけども、その中でもその人たちにドン引きされているっていう状況って多分まあかなり稀だと思うんです。なので一つ言いたいのは、家族は大事にしましょうっていう話ですね。父親としても、まあ、プロ野球選手なんだけどもその後の人生の方が非常に長いので、まあ、家族を大事にしてくださいという話ですね。まあちょっと非常にショックでしたね。なんか投げる器用だとかって言われてて、こんだけこう立て続けに高校大学となんかいろんなこんな話題が、自分のね行ってた高校大学からこんなに話題が出てくるのもちょっと悲しい話ですけども、もうそうなってしまったのだから、これからは家族を大事にしてくださいと。はい、まあ、そういうそれがまあ自分自身も救われることだと思うので、今日はそういった話でした。ありがとうございました。たろごでした。